早くもクリスマス商戦に向けた動きがスタートです。東京台東区で今日からクリスマスおもちゃ見本市が始まり、会場には48社のメーカーが出展する1万点を超える最新のおもちゃが並びました。今年のトレンドの一つは真似ができるです。こちらのおもちゃはインターネットにはつながりませんが、本体に内蔵されたカメラを利用してテレワークの真似やライブ配信遊びができるというもので、子どもたちがなりたい職業ランキングで人気のユーチューバーの真似ができるということです。また SNS 向けの映える写真や動画を簡単に撮影編集することができるおもちゃもあります。本格的なものに近いものを触れていただくことで、自分が将来どういったことに興味が湧くかなっていうところを小さいうちから意識してもらえたらいいかな。